おはようございます。今日は日暮里島、お兄さんとですね、釣りができるということで、すごい楽しみです。結構、見た感じ、九州の自分の地元に似た、なんかこう、浅い感じのこう釣り場みたいなので、自分の釣りが通用するか、ちょっと試してみたいですね。お兄さんの釣り見て、勉強させていただきます。頑張ります。ありがとうございます。日暮里の横島一番でね、憧れの田中隆さんと一緒にこれから釣りをするわけなんやけどね、まあ思った以上に潮も動いてないので、どういうところでこう釣りをしたらいいのかってまだ、まあ、2人ともわからない状態なんですけど、せっかくこうやって2人で掘れたんで、楽しくね釣りができる。